はい、こんにちは。坂本整体院の坂本です。本日は軟骨のすり減りイコール股関節の痛みではありませんということについてお話ししていきます。今日なぜこの話をするのかというと、股関節が痛いってなると、まあみんなすっと頭に思い浮かべるのが、軟骨がすり減って股関節が変形している、骨がどうにかなってるんじゃないかなって考える人が多いと思うんですよ。で、実際に病院とか行ってレントゲン撮っても、骨が間が狭まってますね、軟骨すり減ってますって言われて、これが原因ですって言われる方も結構多いと思うんですよ。実際レントゲンとか見せられたら確かに狭まってますし、これがぶつかって痛み出てるんかなっていうのは、まあ頭の中でも想像しやすいと思うんですけれども、実際それが原因で痛みが出てる人ってそんなに実は数多くないんですよね。じゃあこういう人たちが何が原因で痛み出てるのかっていうことについてお話ししていければなと思っています。なんですけれども、この股関節の痛みってなると、まあ、みんな軟骨ってなってしまうんですけれども、実はこの軟骨とか骨っていうのは痛みを感じる神経っていうのがないんですね。だから、軟骨とかって髪の毛とか爪とかと一緒で同じ成分でできてます。なので髪の毛切ったりとか爪切ったりして痛み出る人いないのと一緒で、軟骨とかすり減ったところで痛み出ないんですよ。で、骨も痛み感じる神経とか通ってないんで、当たったところで痛みも出ないんですね。これでもし変形で痛み出ちゃう人っていうのは本当末期も末期、もう歩いて痛いとか動かすと痛いとかじゃなくて、もう痛すぎて歩けないとか、もう足もつけないとか動かせないとか立ち上がれないとかっていうぐらいですね。もうそこぐらいまで行っちゃうと手術、さすがに手術しかないのかもしれないですけれども、そういう方ってもうほぼいない。変形ってレントゲン撮って言われた人の中でも1割いるかいないかぐらい、僕もほとんど見たことがないですぐらいの数しかいないんですね。実際にレントゲンですごい変形してても隙間ない人でも全然痛みない人もいますし、当院で治療して痛くなくなった人もいますし、逆に全然あんまり変形なくても痛みすごい強いっていう人もいるんですよ。っていうふうに、あの画像診断と痛みっていうのも必ずしもイコールにならないんですよね。じゃあそういった方、ほとんどの方っていうのはこの股関節の痛みっていうのは何から来ているのかっていうことなんですけど、結構何回も動画でお伝えしてるんですけれども、その痛みの原因っていうのがやっぱり筋肉なんですね。筋肉が硬くなってしまうことによって股関節に痛みを出しているって場合が非常に多くなってきます。で、こういう場合です と、どういったことが起こるかっていうと、朝とかですね、とかじっと座ってるとかた時に動き始めすごく痛いとか、ちょっと動いてるとまだ楽に動けるとかで、また長時間なんか動いたりするとすごい痛くなってくるとか、寒くなるとなんか痛み強くなるとかですね。あとよくあるのが、1日の中でもそうなんですけども、1週間1ヶ月とか見た時にその中でも痛みの強さっていうのが変わったりする。すごい調子悪い日もあったら比較的なんか歩けるなっていう日もあったりして、コロコロ痛みが変わっちゃう人ですね。それってもう絶対こっちじゃないんですよ。痛みなくなる日があったとして、とか楽になる日があったとして、その日に軟骨とか骨の変形が戻ってるってことありえないんで、じゃあ何が変わってるのかっていうと、この筋肉の硬さになるんですよ。筋肉が、例えば前の日とかあんまりそんなに股関節周りの筋肉に負担かけない動きしたら、やっぱり次の日ちょっと楽になったりする。で、その楽になったからちょっと動きすぎたりすると、またその次の日状態が悪くなるっていうふうなことを繰り返している人なんですね。なので、そういうのを繰り返してどん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 筋肉の状態が日に日に悪化していって、長い年月をかけて痛みがやがて消えなくなっていって、どんどん強くなっていくっていうことが起こっています。なので、ずっともういろんな治療してきても、まあ病院の治療とかであって、こっちの軟骨とかほとんどの治療そうだと思うんですけども、軟骨とかこの骨をどうにかしようとする治療ばっかりなんですね。それをやってみて、いろいろやってみたけど治らないっていう方は、一度筋肉が硬くなってるのが原因じゃないかなっていうことを疑ってみて、筋肉を柔らかくしていくような治療っていうのを一度やってみてほしいんですよ。例えばストレッチとかですね、単純なところとか、お風呂で温めてみるとかで、まあ無駄に股関節に負担かけるような動きしないとかですね、姿勢とかを正してみる、こういうのやってみて少しでも改善するのであれば、それをどん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 、まあ、原因は筋肉なので、それをどん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 続けていってもらう。筋肉を治療してくれるような治療院とか、そういうところに行ってもらってもいいですし、で、どん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 筋肉を柔らかくしていってみてください。そうすることで今まで痛かったのがちょっとずつ動けるようになってくると思うので、動けるようになってきたら
あまり安静にもしすぎない。安静にしすぎると筋肉っていうのは逆に硬くなってしまうので、あまり安静にせずに、どん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 ちょっとずつ動ける範囲っていうのを増やしていってみてください。では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。